今日はですね、雨穴という人の変な家っていう、そういうふうな本を読んだので、これのあらすじと私の感想について、紹介したいと思います。私のですね、中学2年生の娘が、雨穴という人の変な家っていうのが面白いっていう、そんなことを言っていて、友達も面白いって言っているっていうんで、私も、読んでみたんですけれども、まず形式がですね、書き割りみたいな、戯曲みたいな、そういうようなことになっていて、上にですね、こうそれを喋っている人が書いてあって、筆者って書いてあって、その下に会話文が書いてあって、そして、誰それって書いてあると、その下に会話文が書いてあって、そして、筆者のところだけにですね、筆者の内面描写が書いてあるっていう、私はこう思ったとかですね、ああ思ったとか、そのような筆者の内面描写が書いてあるということで、近代小説の形式をですね、戯曲形式に引き直して分かりやすく読みやすくしているっていう、ある種のライトノベルの究極系だなっていうふうに思ったんですけれども、まずこの変な家のあらすじなんですけれども、この主人公である筆者がですね、語り手が相談を受けるんですよね。その知り合いから中古の家を買おうとするんだけれども、この中古の家の間取りを見てほしいっていう、そういうようなことを言われるんですけれども、筆者がですね、語り手がその間取りを見ると、1階にですね、使われていない空間があるっていう、そして、使われていない空間があってもですね、それはそれでいいだろうというふうに思うんですけれども、語り手はですね、これは秘密の通路に違いないっていう、そういうようなことを言い出すんですよね。幅が30センチぐらいで、長さが1メートルぐらいなんですけれども、この秘密の通路はどこからどこへ通じているのかというとですね、2階に子供部屋っていうのがあって、その子供部屋からですね、下に降りて、急な階段かなんかあるんだと思うんですけれども、下に降りて、その秘密の通路を通ると浴室につながっているっていう、そんなことで、この語り手はですね、この2階の子供部屋から子供が降りてきて、そしてこの浴室で人を殺してですね、そしてそれをバラバラにして2階に持ち上げて、そしてその子供部屋の反対側にですね、また秘密の通路があってあるはずだみたいな、そんなことで、その秘密の通路を通ると車庫に通じ、1階の車庫に通じているっていう、そういうようなことで、親がですね、子供を暗殺の訓練をしていて、そして親がお客さんとしてその殺すべき人を浴室に通してですね、そこで子供が殺してバラバラにして、それを子供部屋に持ち上げて、そして子供部屋から車庫に運んで、親がですね、車庫から車でどこかに捨てに行くっていう、そういうふうな殺人システムっていうものがあるはずだっていう、そういうようなことをですね、語り手は言い出すんですよね。突拍子もないことを言い出したなっていうふうに思うんですけれども、この2階の子供部屋ですよね、この子供部屋っていうのが奇妙な構造になっていて、周りがですね、寝室とか浴室とかっていうのに囲まれていて、窓がないんですよね。窓がないこの子供部屋なんておかしいっていう、そういうことを言うんですけれども、なぜその部屋が子供部屋ってわかるのかというとですね、その間取りに子供部屋って書いてあるんですよね。キッチンとかですね、ダイニングとか、そういうなのと一緒に子供部屋って書いてあるんですけれども、その家を建てた人がですね、実際その部屋を子供部屋として使っていたかどうかっていうのは、それはわからないはずなんですけれども、子供部屋と書いてあるから、もう子供部屋に違いないみたいな、そしてその子供がですね、子供部屋にいる子供が、子供部屋なんで子供がいるはずだっていう、そういうようなことで、その子供が、殺人のですね、手助けをしているっていう、暗殺家族みたいな、そういうふうな家族がここには住んでいたはずだみたいな、そういうような突拍子もないことを言い出すんですよね。これは無理があるだろうっていうふうに、私なんか思ったんですけれども、ところがですね、
この家が売りに出て、売りに出ていてですね、こういうふうな家があるよっていう、その筆者がですね、まあ、この筆者オカルト研究家っていう、そういうような人で、さまざまなオカルト話をですね、オカルト雑誌に書いているという、そういうような人なんですけれども、この家のことをですね、オカルト雑誌に書くと、その家とですね、まあ、似たような家、その家ではないんですけれども、似たような家の、の近くで、まあ、殺人事件が、バラバラ殺人事件があって、そして、その殺された人の妻であるっていう、そういうふうな人が筆者に語り手に連絡を取ってくるんですよね。もうこれはですね、間違いないと、殺人部屋だっていう、殺人一家だっていう、そういうふうなことを確信を深めてですね、その、まあ、被害者の奥さんっていう人に会っていろいろ話を聞くっていう、そういうような流れになってですね、まずここでですね、オカルト研究家の書いた、まあ、文章、まあ、オカルト雑誌を読んで、そのオカルト研究家に連絡を取ってくるっていう、そういうような女性、まあ、極めて怪しいですよね。本当に被害者の奥さんなのかどうか分かったもんじゃないっていうふうに思うんですけれども、まあ、しかしですね、オカルト研究家の筆者はこの話を信じて、まあこの家がですね、そのような殺人に使われていたに違いないみたいな、そういうような確信を深めていくんですけれども、実はですね、この被害者の奥さんっていう人は、実は被害者の奥さんではなくてですね、実はその加害者の方、加害者の妻の妹だったっていう、そういうふうな告白をするんですよね、その女性がですね。まあ、この時点でもうその女性は全く信用できないなっていうふうに私なんか思うんですけれども、なぜこのような、まあ、嘘をオカルト研究家についたのかっていう、そういうふうな話をしだすんですけれども、これをですねオカルト研究家の語り手はもうすぐ丸ごと信じてしまうんですよね。そしてその、まあ、加害者の妹っていう、ね、そういうふうな人が昔、まあ田舎の親戚の家に行ったっていう、そういうふうな話をしてですね、その田舎の親戚の家っていうのがまた奇妙な家で、まあま、玄関を入るとですね、まっすぐこう廊下があって、突き当たりに仏壇があるんですよね。そして左と右にシンメトリーの形式で部屋があるっていう、そういうふうな家なんですけれども、その仏壇の前で昔私のいとこが死んでいたっていう、そういうような話をまあなんかするんですよね。そうするとそのオカルト研究家はですね、まあ、この家の仏壇の奥には右と左の部屋をつなぐ、まあ、隠し通路があるはずだっていう、そういうようなことを言い出すんですよね。まあ、なぜそのようなことを言うのかっていうと、まあ、その仏壇の前で死んだ男の子っていうのはなぜ死んだのかっていうと、まあ、仏壇から転げ落ちて死んだっていう、そういうようなことになっているんだけれども、実は、まあ、向かって右の部屋からですね運ばれてきたっていう、まあ、こう右の部屋で殺されてですね、そして仏壇の裏の隠し通路を通ってその仏壇から運ばれてきたっていう、そういうふうな推理をしだして、これにですね、その、まあ、被害者の女性っていうのもこう納得し始めるんですよね。そして、まあ、この怪しい家っていうのがこう2つ出てきたわけなんですけれども、実際にですね、この怪しい家、2つの怪しい家に語り手っていうのは現地調査に行ってるわけでも何でもなくて、ただ間取りを、1軒目の家はですね、まあ、不動産屋から間取りをもらっているっていう、そういうようなことで、2軒目の家に至ってはですね、その被害者の、加害者ですね、加害者の、まあ、妹っていう、そういうような人から何十年前かの記憶をたどってですね、間取りを聞き出したっていう、そういうふうなことに過ぎないんですよね。このような見たりですね、聞いたりした間取りだけで、まあ、隠し通路があるとかですね、その隠し通路を使った殺人事件が起こっているっていう、
そういうふうなことを、まあ、断定してくるっていう、そういうようなことで、そして、まあ、このような話っていうのは結局は、まあ、筆者の語り手の妄想だろうっていう、そういうようなことを私なんか思ってですね、やっぱりこれは妄想でした。あまりにも、まあ、実地調査みたいなものがないんで、まあ、推理小説にしてもですね、実地調査的なものがないんで、私なんかはですね、これは語り手の妄想でしたみたいな、そういうふうなオチなのではないかっていうふうに、まあ、この辺りから疑ってくるんですけれども、しかしですね、この、まあ、加害者の妹、まあ、加害者夫婦っていうのはもう行方不明なんですけれども、この加害者の母親、すなわち加害者の妹の母親ですよね、が、まあ、生きていてですね、この母親に今度会いに行くっていう、この語り手の人も一緒に来てくださいみたいな、そういうふうなことを言うんですよね。そしてこの加害者の母親に、まあ、2人で会いに行くとですね、そこで告白が始まるっていう、実はこのような、まあ、こう昔の 家にある種の呪いみたいな風習、黒い風習みたいなのがあって、まあ、ある種の事情でですね、ある人々を殺さなければいけないっていう、殺してですね、左手を祀らなければいけないっていう、左手首かなを祀らなければいけないっていう、そういうふうな風習があってですね、そして、まあ、この風習に基づいて、まあ、秘密の通路っていう、そういうふうなものを作っていたんだっていう、そういうふうな告白があるんですよね。そして、まあ、そういうような告白があって、まあ、しかし、まあ、このような風習はなくすべきだよねっていう、そういうふうな話のオチになるんですけれども、この、まあ、家の風習っていうのが、まあ、いつ始まったのかっていうと、大正の初期っていう、そういうようなことで、まあ、風習にしてはやけに新しいなっていうふうに私なんかは思うんですよね。で、中学生だとするならば、そのような風習は、大正時代から始まっても不思議はないかなっていうふうに思ったりするかもしれないんですけれども、大正でそのようなですね、怪しげな風習が始まるなんてこと、それもですね、まあ、東京近郊の町なんで、そんなことがありえるのかなっていう、そういうようなことを思ってですね、まあ、そろそろ終わりかと思うと、この筆者の語り手のですね、まあ、知り合いっていう、友達っていう、まあ、そういうふうな人が最初から登場してくるんですけれども、この、まあ、わと、まあ、こう探偵みたいな、ね、そういうふうな立ち位置なんですけれども、その語り手のですね、友達っていうのが、実はですね、この被害者の、あ、加害者のですね、お母さんっていうのが実は黒幕なのではないかっていう、この黒幕の加害者のお母さんがですね、黒幕で全ての段取りをつけていたのではないかっていう、こういう点が怪しいとかですね、ああいう点が怪しいとか、そういうようなことを、まあ、まあ、その人は言い出すんですよね。その話を聞いてですね、語り手はそこまで疑うとですね、話が、まあ、話がですね、めちゃくちゃに突拍子もないことになってしまうっていう、そういうようなことを言って、この最後の推理っていうものを退けるっていう、そういうようなことになるんですけれども、そもそもですね、まあ、徹頭徹尾怪しい話だなっていうふうに思うんですよね。これ、まあ、なぜ怪しいのかっていうと、主人公はですね、現地調査を一切していないっていう、間取りとですね、記憶に基づいた家の構造っていう、そういうようなものだけで、殺人があったっていう、そういうようなことを判断しているわけで、そしてこの、まあ、推測がですね、正しいっていうふうに証明されるのは、加害者のお母さんが告白したからなんですけれども、登場人物がですね、この主人公の語り手とですね、まあ、加害者の妹と、そして加害者の母親っていう、そして、まあ、探偵役のこの4人しかいないんですけれども、この、加害者の妹と加害者の母親っていう、これは信用できるのかっていう、そういうようなことで、最後母親はですね、これをすべて警察に言ってですね、そして実際に、
まあ、その後裁判が始まったみたいな、そういうふうな描写があるんですけれども、本当に警察に言ったのかなっていう、学級警察じゃないのっていう、裁判もですね、学級裁判みたいな、そういうふうな私的裁判なんじゃないのっていう、本当の裁判所みたいな、そういうふうなことが疑われるですね、まあ、作りになっているっていう、そういうようなことなんですよね。実際に現地調査とか一切しないんですよね。なぜですね、現地調査をしないのか、母親の告白っていうのをそのまま鵜呑みにしてしまうのかっていう、そういうことなんですけれども、これ私が考えるにですね、この、まあ、本の構造によっているのではないかというふうに思うんですよね。この本の構造っていうのは最初に説明したんですけれども、戯曲形式、書き割り形式になっていて、誰それっていう名前があって、その下にですね会話文が載っている、そしてその次にはですね誰それっていう名前があって、その下に会話文が載っているっていう、そういうような形式なんで、なかなかですね主人公がいろいろどこかに行っていろいろ何かを探求するっていうのが、まあ、難しい構造、まあ、やろうと思えばできるとは思うんですけれども、まあ、なかなか難しい構造になっているっていう、あまりにですね近代小説をの形式をですね簡略化しているんで、まあ、芝居みたいな、そういうような感じになって、実際にですね主人公があちこち出かけていくっていう、そういうようなことができにくくなる小説の、まあ、基礎構造になっているっていう、そういうようなことで、主人公の語り手はですね目の前にある間取りからああでもないこうでもないと推論を重ねて、その推論がですね正しいっていう前提で話を進めていくっていう、そしてその推論がですね、まあ、登場人物、まあ、4人しかいないんですけれども、その4人の1人から告白を受けることによって、その推論が正しいっていうふうに証明されたことにしているんですよね。まあ、こういうのありかなっていう、こういうふうな推理小説ありなのかなっていうふうに思う感じのですね、まあ、ライトノベルっていう、ライトノベル以前のですね、まあ、ノベルと言えるのかどうかっていう、そういうふうな感じのですね、まあ、書き割り的な小説っていう、なんかそんな感じの本でしたね。まあ、読みやすいは読みやすいんですよね。まあ、戯曲形式になっていて、そして主人公にだけ内面描写が書いてあるっていう、そういうようなことなんで、読みやすいは読みやすいんですけれども、なかなかですねこれでリアリティを持たせるっていうのはちょっと難しいんじゃないのかなっていう、そういうふうなことで、まあ、最近流行りらしいんですけれども、変な家っていう、まあ、そういうふうな本を読んだので、まあ、ここで紹介させていただきました。今日の動画は以上になります。